どうもですね、愚痴を言ってはいけないっていうふうにこう言われるというか、まあそういうふうに常識としてね、愚痴を言ってはいけないっていうふうにこう言われるんですけど、それはほんななんで愚痴を言ってはいけないかというところ、を、ちょっとねシェアしたいと思います。ちょっと昨日気づきがあったんでね、ちょっとシェアさせていただきます。ですね、人間ね、ちょっと目には見えないんですけど、波動っていうものがあるらしいんですね。こう波動、こう自分のこう行動やったり言葉に出したものがこう波動としてこう人にこう伝わって、人とかいろんなものに伝わっていって、でその波動っていうのはどっかに当たって自分にまた戻ってくるっていう形があるんです。で、心の中で思ってることに関してはあまり関係ない、ただ態度に出したらちょっと関係あるんですけども、口に出すことによって波動っていうのは伝わってくるということがあります。ということでですね、例えばなんかこう愚痴を言うと、その愚痴を言った波動がこう出るんですね、自分の体からこう波動が出るんですね。だからまあまあ、池がありますよね。池があって、池にこう石をこう投げると、石を投げてこうポチャーンと投げたら、そこへこう輪がこうぐーっと広がっていきますね。ああいうイメージをしてもらったらいいと思うんですけども、その池に水、石を投げるっていう行為が、態度に表すとか、言葉に出すっていうことなんですけども、で言葉に出しますよね。で出すことによって愚痴でも何でもこう言葉に出すことがこう波動と言って伝わっていって、でそれが最終的に、どっかに跳ね返って自分に返ってくるんですけども、その波動を出した時に、周りにいる人間に、当たりますよね。そしたらやっぱ周りの人間にも、迷惑がかかるし、で最終的に自分にも返ってくるということがあるんで、その人間として愚痴を言ったらあかんというより、自分にも返ってくるし人にも迷惑がかけるしっていうことで、その愚痴を言うとか態度でこうそういうなんかこう失礼な態度を取るっていうのはね、それだけで、迷惑なんですね。迷惑がかかってるということなんで、なんかその愚痴を言ったりっていうのは、やめないといけない。自分に返ってくる、だから損するんで、ね、そういうことが分かってると、愚痴をまあまだいつも言ってる人はちょっと言うんですけど、それを思い出してもらって、ほんでちょっと愚痴を言うのをやめるようにこうしていって、それは訓練していくとね、だんだんこう収まっていくと思いますんで、愚痴を言うのは、これからこうやめましょうということでね、なぜね、愚痴を言ってはいけないのかという、真の部分ですね。真というか、そのそういうこう現象があるっていうことをね、知ってもらって痛いということですね。ということでね、愚痴を言ってはいけないということについて、シェアさせていただきました。どうもありがとうございました。